強対ドリームチーム伝説最強ジャキガン発動しましょう。絶対よし、とりあえずあれだな、カットしよう。これよし、そんでだ、もう最終決戦です。最終決戦もう行きましょう。パーッと行きましょう。勝っても負けてもこれで終わりです。もううんこちゃん取り直す気はありません。勝っても負けても皆さんすいません。負けたらすいません、むしろ謝っときます。負けたらごめんなさい。負けたらなんつうの、第2第3のうんこ、第2第3のうんこが敵を取ってください。で1番うんこ、2番パピオン、3番古谷、4番太田、5番工藤、6番森里、7番井の狩さん、8番やべえ、ちゃっか、守るさ、絶不調でホームラン打てるから、9番、このね、ダブル、トリプルクリーンアップ、トリプルクリーンアップ打線でいきます。そんで、とりあえず、ガーよし、ガーもう、勝つぞ。この試合に勝って俺は、この試合に勝って俺は結婚する。いよいよ始まりましたね。稲尾、絶対に勝ちます。絶対に勝ちますよ。絶対に勝つ。稲尾の初球の、稲尾は最初初球、初球7割の確率で甘いストレートを投げてきます。稲尾は初球最初7割の確率で甘いストレートを投げてきますよ。皆さん、うんこちゃんの第1打席、まさかの初回先頭打者初球ホームラン、ニコニコ動画の視聴者を待つライトスタンドに刺される、見とけお前ら、初球7割の確率、初球の7割の確率で甘いストレートを投げてくるんじゃ。うんこちゃんのバーブライトトラウトで最終回、初回2打席連続、パピオうんこの2打目で、パピオうんこの不祥事2打目で、パピオうんこの BL ホームラン、アベック、完全なるアベック、完全なるアベックホームラン、これいいぞ。よしよし、最先よく2点先制、初球7割、初球7割、初球7割、俺のブラックホールに絶対打てる、打てる、夢じゃない、夢じゃないぞこれは、絶対打つぞ、絶対打つぞ、これ勝つ、絶対勝ちます俺、これ絶対勝ちますよ、これこれ絶対勝った、これ絶対勝った。よしよし、突き放すぞ、突き放す、突き放す、これなんだよな。このエッチなスライダーが半端なさすなんだよな。このエッチなスライダーがマジで半端なさすなんだよな。これ、これマジやばい。違う。お前ら気をつけろ。2点じゃはっきり言って。2点じゃな。これマジ鬼畜。マジこれドザエモン。これドザエモン。待って、このスライダー打てるやついんのか。これ、打てねえぞ。よしよし。でも、うんか、待て、戻れ。戻れ、戻れ、戻れ。うわぁ。まあ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 、初回にしてはよくやった。これさ、悪いノーカットで生きてんだけど、もしかして試合が長くなったら、なんつうの、余計な部分は、ああ、打つわな、ちょっとダメだ。はい、ノーカット決定しました。俺はちなみに今からガチで勝ちに行きます。ごめんなさい。喋れません。うんこちゃん、ちょっとの間喋れませんよ。うわ、取れ、バカだれー、どこ見て野球しとんじゃん、お前。うんこちゃんに怒られんぞ、この野郎。とりあえず、おかけ。まあ、ノーアウト2、3塁。わかった。最初、待って、これ本当に勝たして、マジで勝たして、お願いします。お願いします。マジで勝たしてください。これまた、敬遠、敬遠もいっ、よしよしよし。これさ、もうね、王貞治、貞治王には、なんつうのかな、もうストライク投げれねえんだよ。さ、よし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 、これは、うんこちゃんの視聴者なりだめ。忘れよ、一旦忘れよ、本当にダメ。敵のペースに飲まれるな。敵のペースに飲まれちゃダメ。敵のペースにマジで飲まれちゃダメ。守備は、よし、ナイス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 、よしよし、落ち着きを取り戻せ、落ち着きを取り戻せ、マジで。ここで、これマジ視聴者がっかりするから、負けたらマジ視聴者がっかりするから、絶対勝たなきゃいけないよ、絶対。今までで一番、俺のパワープル史上で一番、勝たなきゃいけない、ナイスプレイ、ナイスプレイ、勝たなきゃいけません。この試合だけは、嫁を死に入れてでも勝たなきゃいけません。よく、この試合だけは勝たせてください。この、甘いストレートじゃ、初球は7割の確率でランダ戦、ランダ戦を催してきました。うんこちゃんがうんこを催してきて、視聴者はランダ戦を催してきましたよ。とりあえずこれ1点取る、絶対。うわぁ、イノカリか、まあ、いや、イカリで、とバントしよっか。こっか、うわぁ、鬼畜。うわぁ、ダメだ、待って、ミートでいく。これ試合もう関係ない。あー、打てて、見ました今の、事件です、お前。お前、あれだぞ、ヨガ用なら、あれだぞ、逮捕されてんぞ、今のスライダー。今のスライダー、ヨガ用なら逮捕されてますよ。絶対、よいしょ、あ、まあ、強振でよかったかな。強振でよかったかな、今のな。進むくんに任せよう。ちょっと1点さ、リードしとかなきゃ、マジでやばいんだって、この試合。うわぁ、打てねえ、マジで。あー、まあ、よっかけ。忘れよ、忘れよ。だいぶ、この試合は本当にね、5点勝負、先に5点取った方が勝ちなんだよ、絶対。これね、じゃあみんな、俺がホームラン打たれてもビビるなよ、安心しろ。この試合は5点は取られる、俺は5点は取られるけど、6点取って勝ちます、絶対。しかもね、稲尾の段階で点取っとかなきゃ勝てないから、
稲尾以外のピッチャー打てません、うんこちゃん。だから稲尾の段階で2対2だったら、そっとブラウザを閉じてください。稲尾の段階で2対2で経過してたら、皆さん、そっとブラウザを閉じてください。そのとりあえず、よし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 、いいねいいね。絶対負けねえぞ、俺絶対負けねえ。岡田、どんでん、頼むぜ。今年のオリックス強くしろ。うわー、オリックス強くしろよ、マジで。今年のオリックス頼んだぞ。どんでん、今年のオリックスをお前に任せたぞ。うんこちゃんはニコニコ動画で、うぅ、やるなぁ、どんでん。どんでんやるなぁ、さすが。さすが永遠のライバル。さすが永遠のライバル。ちょっと待て、マジで。うわぁ、稲尾変えてきたか、稲尾。ちょっと待て、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 待て。待って待って、ちょっと待って、本当に勝たして、ちょマジでマジで勝たして、冷静に冷静に勝たしてください。この試合だけは絶対勝ちたい、この試合。よしよし、あーもうダメだ、守備に難がありすぎる。ちょっと待って、守備に難がありすぎる。俺ちょっと待って、おかしいな、おかしいぞ、はあはあ、おかしい、うんこさんじゃないこんなの。ちょっと待って待って、冷静にいくわ、ちょっと冷静に。よしよし、とる、あーしよしよしよし、絶対これね、てかボール玉使う、ボール玉使っていかなきゃダメ。ちょっとね、わかった、今ちょっとね、ニコニコ動画に上げるってことを意識しすぎてた。俺はちゃんと自分らしくいきます、自分らしく。とりあえず1点を、なんていうの、追いつ逆転しようとかじゃなくて1点取り返そう。絶対平松だったら打てる、平松だったら打てる、平松だったら打てる。よし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 、このなんていうの、平松の弱点といえばストレート、平松もストレート投げてくんだよ。じゃ右バッターだったら、うわ打てねえよ今のは。絶対打つぞ、ホームラン打つぞ、絶対絶対ホームラン打つぞ。カミソリシュートだわな、カミソリシュートだわな。でもストレートになってきます。ガー打てねえ、マジでマジで打てん、今のは、今のはマジで打てんよ、今のはマジで打てん。よっしゃー、みんなこれが行くのに、行け、いや、レフトスタンド、レフトスタンド、レフトスタンド上段に刺され、パピヨンの第2号ホームラン、パピヨンの第1号ホームランが、うんこちゃんのレフトスタンドに刺され、まあ、これで同点、3対3、依然試合は、試合は、試合が動き始めましたよ、皆さん。試合が動き始めてるぞ、絶対これ、カミソリシュートだろ、今のところは、空気読め、空気読め、カミソリシュート一本狙いじゃ、一本釣り、カミソリシュートの一本釣りじゃ、カミソリシュートの一本釣りだと見とけ、カミソリシュ、あ、はい、これ。はい、もらいました、完全にもらいました、完全にうんこちゃんのパターンに入りましたよ皆さん、うんこちゃんのパターンに。うわ今のストレートか、カミソリシュート来い、カミソリシュート来い、カミソリシュート一本ずれいいねいいね、ついてってるぞ、ついてるぞ、今日は、今日はついてるぞ俺、今日の俺にはカミソリシュート一本ずれじゃ。うまくね、ちょっと俺今のカミソリシュート一本ずれうまくねえか。張本か、これ勝つだ、これこいつマジ完全にこいつ勝つだ、絶対打たせない、こう、うわーってか、頼むよー、取ってよ今のピッチャー。てか待って、守備変える、守備変える、守備変える、センター振るやつちょっとね不安だ。つかこの王がマジだ、さっきの王さんの打席だな、王さんの打席だな、センターはあー工藤だな、センター工藤だな、うん、守備がいいからな、肩レライトは矢部で決まりと、でレフトフリやな、よし工藤、絶対負けない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 、いやいやられた、危ない危ない危ない、これダメ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 、王さんと勝負ダメ絶対王さんと勝負ダメ絶対ですよ、絶対これやばい、これホームラン打たれる、絶対ホームラン打たれる、これ絶対ホームラン打たれる、未来予知します、うんこちゃんこのカーブホームラン打たれます、見ててください。よし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 、やべ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 、この出た出た、このこの逆理論、この逆理論、じゃこのオズオズルもやばいよ、ダブレよ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 、しっかりダブレよ、オッケーオッケー、よし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 、絶対負けられない、これ絶対負けられないんじゃ、ここはここは絶対いい試合になってきましたね皆さん勝てると思いますか、わかかかれくしょ、重い球が、球が前に飛ばん、な鉄のかカミソリシュートだろ、オッケー、ナイスバッティング、オッケー、おお長島、長島いいよ、長島絶対打つぞ、長島長島が応援してる、これはし、あーまあまあまあ、畜生打てんのにな、色打てるようになってきてんだけど守れねえよ、今度は今度は守れません、意外に、あーこれダメ、戻ろう戻ろう、これ意外に敵守備もいいからね、敵も敵守備もいいって、どんでんセカンドかよ、どんでんセカンド、あーもう読めよ俺、絶対打つぞ、絶対打たして、キャーこれやべえな、これね、怒り守るが死ぬときがやばい、怒り守るが死ぬときがもう本当に怖いよね、
うわ、4回か、まだ4回か、怖い。つうかさ、思ったんだけど、パワーアップ。マジで勝ちてえ、これ。これ勝ってさ、これ勝ちてえ、俺マジで。これ勝ちてえんだ。絶対勝ちたいんだよ、ここは。よしよしよし。この回、この回、ごめんごめん、この回、この回大事に行くよ。この回大事に行く。つかさ、あ、もう、イニシアチブ取りたい。もう中盤で俺が、やばい、この回ボードに、なんかね、嫌な予感がした。今のカーブ嫌な予感がしたから、ボールにして、ストレートで一球ストライク取りに行くよ。ストレート。まあな、打つわな。まあ、打つわ、そんなに獣道だよな。今までもそうでした。この動画パート1から思い出してください。皆さん、今までもこういう獣道でした。私の動画は、私の動画は獣道でした。知ってます。私パーパーブで獣道上等です。もうまたよしよしよし、獣道上等。じゃあもう最後まで獣道でいきましょう。皆さん、お会いしましょう。最後の最後で、最後の最後で笑顔でお会いしましょう。よ、あ、平松変えられたか。平松かってかね、一番出して欲しくないのがこの山田なんです。この山田、うんこちゃん、今まで打ったことありません。この山田というピッチャー、はい、シンカーだって分かってんだけど、打てねえんだって分かってる。シンカーだって分かって、打てねえってことを分かってます、うんこちゃんは。うんこちゃんはシンカーだって分かって、打てねえってことを分かってますよ。で、とりあえずこれはストレート、これストレート、間違いないです、間違いないです。今のはストレートです。今のはストレート。で、今のさ、ホームランできなかったの痛いな。てかね、大体コースにより、大体ね、分かるんだよ。大体のコースで、これはカーブ、よし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 、今のさ、ストレートだわな。これミート、あー、追い込まれるまで、これはガー打てません。これはちょっと最悪でも、最悪でもちょっとランナーを三塁に進めたいね。なん、どんなことがあっても1点取りたい。よっしゃ来た。待って待って、お前ら、これがこれがここ、これがさ、あれだよ、これが後に影響すると、こ、まさか これが、よし、忘れましょう。いろんな成分を忘れていきますよ。いろんなことを忘れて、俺はこの動画に勤しむ。この動画の制作に勤しむぞ。うわー、何狙ってこう、くっそ、これ何、シンカー狙っていきます。あー、もうシンカー、もうシンカーの一本釣り。シンカーかストレート狙っていきます。コースにより、コースによりストレートも狙っていきます。低めに来たらストレート、基本的にストレートだと思って、うわー、まさか、これいったんじゃないの、これいったんじゃないの、これ。これがうんこちゃんの野球じゃ、まとわりつくぞ。ファンにまとわりついてくぞ。俺はおめえらが俺にまとわりついてんじゃねえぞ。俺はファンにまとわりついてく、俺はファンにまとわりついてくぞ。お前ら涙目になるぞ。うんこちゃんのファンじゃなくてよかった、うんこちゃんのファンじゃなくてよかったって言わせんぞ。とりあえず絶対勝ちたい。あー、田淵来るわな。よし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 、絶対勝つぞ。お前ら4対4、こっから絶対勝ってくる。こっから間違いなく逆転する。俺はしぶてえ、どんぐりしぶてえかって言うと、悠々白書の桑原、悠々白書の桑原がリンクに勝った時のバリに俺はしぶてえぜ。俺は単純もな、何回失敗したと思ってた。俺はセーブデータの消失から、大丈夫博士失敗全部味わってきてんじゃん。こっちは全ての苦味成分に、パワープロ8の全ての苦味成分を味わってきてるんじゃん。こっちは、これやば、取ろうぜ。今のすべて味わって、あー、ここで、ちょっと待って、皆さん、ここね、中盤のターニングポイント。おそらく、ウルグス、スポーツウルグスとかだったら、今日の笑顔の人で紹介されるシーンですよ、皆さん。しかとご覧ください。うんこちゃん、ここはマジ、よしよしよし、切れろ。あー、よしよし、でもよかった。最低1点だわな、これ。1点上げてもいいです。1点は上げてもいい。ちょっと待って待って待って、この奥、待って、次のバッター誰だ。うわー、ここに来て守る。あー、長島は絶対回してくれない。こういう時の長島はマジ鬼地区だから。うわー、くそー、もうパピオン出すしかねえか。パピオン出すしかねえか。いや、ここちょっと一人さ、誰か、もう、BJB じゃカモだわな。ちょっとダメだ。ここちょっと一回アバターに頑張ってもらう。ここ一回アバターに頑張ってもらう。アバターボール41号。よしよしよし。これね、ストライクで勝負しちゃダメだ。こいつらストライクで勝負しちゃダメ。こいつらは、ストライク、なんだこれ。こんな簡単に抑えられんのか。こいつらストライクで勝負しちゃダメだ。うわー、アバター本当はね、次の回で来るわな、村田来るわな。つか、こいつでもね、こいつもストレート入ってくるからね。うわー、こいつのストレート、見るわ、マサカリ投法、ロッテ中歓喜、マサカリ投法が今、うんこちゃんの動画でよみがえってますよ、マサカリ投法。
40歳、今50歳過ぎてもなお140キロ超える村田兆治のストレートをぶったたくうんこちゃんのこの打撃センス、50過ぎても140キロを叩き出す村田兆治をも凌駕するうんこちゃんの打球センス、完璧です。とりあえず森里モーヤンはモーヤング娘は総力し、野村は肩 D、 これ走れるんじゃねえのか、これ村田兆治確かクイックパスだよな、これ走れるんじゃねえ、待ってどうしよう、走るか走ろう、よし来た、よし来た、頼むぞ、絶対勝ちたいという、うんこちゃんの勝ちたいという執念のみが審判ジャンパイア、ジャンパイア回収を打つ、うんこちゃんジャンパイア回収を打つしました。とりあえずよしよしよし、ナイスバント、これは取りたいね、点ここは行って、勝負します、うんこちゃん、ここで後手に回っちゃいけません、見てください皆さん、代打アバタ君の方がパワーがあります、ここはアバタ君、代打の切る、何今のフォークのキレ、今のフォークの、わー頼むぜー、本当に今のフォークのキレは鬼畜だろう、なんやかんや言って最初から旅をしてくれた矢部くん、最初から旅をしてくれた矢部くん、持つべきものは友情です、皆さん持つべきものは友情なんです、本当に持つべきものは友情なんですって、配信で、持つべきものは友情なんです、皆さん持つべきものは友情なんですよ、勝たせてください、本当に勝たせてください、頼むぜ、マジで勝たせろよ、マジで本当に勝たせろよ、お前ら本当に勝たせろよ、俺に、よしよし、アバターボールで攻めよう、アバターボールで、ちょっとでもナックルって怖い、よしよしよし、ナックルって怖いんだよ、芯食ったらもうホームラン確定だからね、ナックルは。ナックルは基本的にボール球、シュートで芯を外す、でもね、これちょっと芯外れたぐらいでさ、パワープロ8っていうのはスタンドまで届いちゃうから、もう、危ねえ、マジ危ねえ、ツーベースでよかった、これマジツー、ああ、もうこれ、パピオン投入かな、ってか、次の回までパピオン待ちてえな、次の回までパピオン待ちてえけど、そんなに、悠長なこと言ってられませんと。投入しましょう、危ない、何投入するしかねえな、もうな、しょうがねえよ、やっぱさ、なんで、や、なんで、やらずに負けるよりさ、いろんなことをして負けたい、俺は、ここはもうパピオンに全てを託そう、うわー、今のは痛いな、ここはパピオン頼むぞ、うわー、今の痛いな、まあ、いや、ストレート、ああ、これ外そう、よしよし、これ、まあ、いや、これ、敬します、こいつ一回敬します、どうせ1点勝負じゃん、どうせ1点勝負、ホームラン打たれるつもりはもうみじん、ああ、どんでんか、これね、皆さん聞いてください、皆さん一つだけ、注意点があります、これからのうんこちゃんの動画を見る際に、注意点が1個だけあります、うんこちゃんすごく今へこんでますうんこちゃんすごく今へこんでます、大丈夫です、勝ちます待って、ちょっとごめん、みんな、ちょっと俺ね、本当にみんなにね、お詫びしなきゃいけません、あとしろ、これ今までね、正直多少皆さんをちょっとでもやっぱね、皆さんをなんとかみんなをちょっとでも楽しませたいと、そういうね、いやらしい心を私は持ってました、それはもうね、認めます、あなたたちを、なんていうのかな、ちょっとでもね、いや、ちょっとでもやっぱ動画の数字が伸びた方がいいなと、ちょっとでもみんなが楽しんで帰ってくれた方がいいなと、そういう思い、私にはありました、ただ、今後、一切捨てます、一切の、これからのうんこちゃん、一切のそういった心、捨ててきます、喋れません、喋れません、それほどかけてるんです、この動画にかけてるんだ、俺はこの動画にかけてるんです、この動画に勝たせてください、皆さん本当に俺が今悟空だったらもうオラに元気を分けてくれ状態だな、マジで、あ、痛すぎる、くそが、ダメだ、俺はしぶといんじゃ、俺は簡単に諦めるわけにはいかないんじゃ、背負ってるんじゃ、背負ってるものが違うんじゃ、お前らとは背負ってるんだよ、ここは俺はな、背負ってるものが違うんじゃ、お前らとは言ってさ、がぜん分からなくなってきましたよ、なぜなら俺は背負ってるものが違うから、俺は背負ってるものが
違わない、違わない、背負ってるもの、相手も背負ってるわ、相手も相当背負ってるわ、アンチの心を背負ってる、アンチを背負ってるな、もうあれだこれ、アンチを背負ってる、マジで勝ちて、勝ちたいんじゃ、俺は勝ちたいんじゃ、俺は勝ちたいんじゃ、この試合に、俺はこの試合に勝ちたいんじゃ、それのみも知りません、もう知りません、動画の時間とか知りません、俺は勝ちたいんですこの試合に、俺は本当に勝ちたいんです、本当に勝たせてください、マジで勝たせて、今まで潰された、今まで潰された俺のちょっと待って、本当に勝たせてくれ、本当ちょっと勝とうぜ、みんなで勝とう、本当絶対勝つよこれ、絶対勝つ、俺見とけ、ガー、分かってる、分かってるよ、言いたいことは分かってる、スライダーカーブだよな、そこはな、カーブだわな、落ちるんじゃねえのこれ、これ気持ち入ってんじゃねえの、ああ行こうマジで、飛ぼうマジで、ここで飛ぶぞ、ここで飛ぶ、1点差つける、ここでダメダメ、仕留められなかった、今の仕留めたかったな、マジで、よし、絶対に打たせ、絶対に抑え、絶対に抑える、絶対に抑える、絶対に抑える、これね、気をつけろこれ、よし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 、これね、あれだよ、ストライクゾーンで勝負する必要はないんだよ、ストライクゾーン、違う、バカ正直にストライクゾーンで勝負する必要はない、この3番を4番長嶋は本当に鬼畜だから、この3、4番マジで鬼畜だから、ストライクゾーンで勝負はできません、よし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 、んで最後もスローボールで頼むよ、振ってくれ、振ってくれ、本当振ってくれ、よし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 、ちなみに本当に勝たして、本当に勝たしてくれ、本当に勝たして、マジで勝たせろ、よし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 、本当勝たせろ、よしよし、絶対もう実況できねえ、マジで実況できねえ、よしよしよし、絶対勝つ、絶対8回裏、運命の8回裏、ここだぞ、ここでマジ、ここで点取ろう、いや下位打線、次このあ、でも中西意外に打ちやすいんだよな、中西さんは意外に打ちやすいから、パームが見切りやすいから、速い球狙ってこう、中西の速い球狙ってこう、俺中西の速い球、あー今のはしょうがない、今のはしょうがない、今のは打てん、今のは打てないよ、中西の速い球狙ってこう、パーム亀ダメだ、亀だろお前、今度から亀って改名してこい、森さん、モーヤン頼むぞ、モーヤング娘、もうこれパームだろ、あーカーブもあんのか、カーブとパームのね見分けは、あーこれあーダメだ、ちくしょ、マジで打ちて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 、マジで打ちたいです、ちょっとマジで打ちたいです、ちょっとごめんね、ほんと喋んないでくれ、マジで打ちたいから、ほんとに打たして、ほんとにちょっと白を頼むわ、あーそう、さっきほんとに岸辺白って言って、ごめんマジで、ほんとにあー打てねえ、クソ打てねえ、マジで打てねえ、マジで打てねえ、マジで打てねえ、ちくしょ、マジ何回、今何回、8回か、動画時間46分、これ1時間超える、これ1時間超えんぞ、下手すりゃこれ1時間超える、もしかしたら2分割、2分割であげるか、しょうがない、もういいや、2分割で2本とも上げよう、祭りじゃ今日は、2分割で2本とも上げるわ、とりあえずパピオンターンをフルボッコ、絶対負けたくない、絶対負けたくない、本当にもうやりたくない、本当にもうやりたくない、マジでもう本当にできない、心が折れちゃう、本当よしよしよし、もう本当心が折れちゃう、もう支えがないんだよ、本当にここで負けたら支えがないんだよ、マジで頼むぞ、違う、待って、ここ本当にホームラン打たれたらマジでワロスになっちゃうから、絶対ホームラン打たれない、てかパピオンがね、スタミナがやばいんだよ、パピオンスタミナが本当にないから、ちょっと、いやダメ、ストレートでもったいない、スローボールで三振取ってこう、スローボールで三振取ってこう、頼むマジで取って、マジでもう何投げりゃいいんだよ、もうドロップでいいや、よし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 、大事に大事に行くよ、大事に行くよ、大事に行くよ、大事に、よし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 、最終回、皆さん最終回見てください、敵もがもうね、ここまで来たらね、もうねあれだよ、敵にもさ、敵も褒めてあげたいね、俺は敵も褒める、まさか最初持つべきものは仲間、最初からうんこちゃんを信じてついてきてくれた、待って、最初これは待って、これ矢部くんの矢部だーも、切れて、いやもう敵も必死だな、わかる、俺も必死じゃ、頼むぞ、うわーくそ、マジクソだ、頼むマジで打たしてくれ、マジで打たして、よっしゃー、やめた、これがうんこちゃんだ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 、
受けたね、アキ見とけ、お前ら見とけ、今絶対勝つから、絶対勝つから見とけ、絶対勝つから、俺絶対勝つから見とけ、絶対勝つから、俺絶対勝つから見とけ、俺絶対勝つから見とけ、お前ら俺絶対勝つから見とけ、あー撃てねえ、今のカーブ撃てねえ、俺絶対勝つぞ、これマジ勝つぞ、よしよし、この、じゃあ俺ね、今のプレイは、あ、見てください、今のプレイはもうね、ランナー、三塁ランナーを返すため、よーし行こう、最終回向かうぞ、最終回だ、おい、最後の回、皆さん見てください、最終回の最後の回見てくださいよ、これで見納めだぞ、うんこちゃんパワープロもう二度とやんねえからな、これで見納めだからな、みんな見とけ、これでうんこちゃんのパワープロ見納めだから見とけ、全身全霊を込めていきます、絶対に打たせん、あーパピオンバテてんな、うわーパピオンバテてんな、これちょっと待って、パピオンバテてる、このドンデンで交換しよう、ドンデンでピッチャー交換、うわーどうしよう、よし頑張れパピオン、マジパピオン頑張れよ、代打出してくるわな、それは代打出してくるわ、高いかー、ショベール出てきたな、でとりあえずパピオン終わり、パピオン頑張った、でもしかしたら次の回になるかもしんねえから、岸辺四郎のところでピッチャーを、待ってピッチャーを誰で行くか、葵ちゃんで行くか、いや誰で行くか、葵ちゃんだな、頼むぞマジで、これ本当頼むぞ、葵ちゃんマジ頼むよ、葵ちゃん本当頼む、頼む、取ってくれ、皆さん聞いてください、あと一人コール、が起きてます、勝ちたいですよ、これ見とけ、お前ら絶対勝つから俺、よしよしマジストライク、あと2球、あと2球で終わりにするぞ、あと2球三振と取るぞ、みんな見とけ、絶対勝つからな、とりあえずシンカーで頼むよ、よし頼む、マジ頼む、これマジ勝たして、よしみんな次のこの一球に、この一球に全てをかけます、皆さん終わりじゃこれだ、エッグちゃんとパープルライト取るため、全部クリアしたよ、ついに、今、1月25日月曜日、ここにて完結いたしました、うんこちゃんのパープルライトドラフト編、全部クリアしてやるよ、完結いたしました、どうも、皆さん、どうでしたか、いやー、最後のパート、あ、ごめん、これね、最後、ね、俺ね、これ、あえて、このエンディング飛ばさせてもらいます、皆さん、なぜなら、パワープロ8やってください、皆さんで、本当に、パワープロ面白いです。なんていうのかな、俺がね、ちょっと俺が誇張表現、うんこちゃんが誇張表現する節があるんで、なんていうのかな、あんまり、面白そうじゃないな、とか思う人もいるでしょ、パワープロ8やってください、本当に。つか、パワープロ全般やってください。強いては野球を皆さん見てください。うわー、来ましたね。ついに、いやー、語るか、最後、うんこちゃんが締めるわ、本当に。ショートうんこ、頑張ってくれましたね。まあね、今回の動画、本当は、なんつうのかな、単発的なノリで、上げていこうかなと、本当パート3ぐらいでね、本当は上げていこうかな、パート3で完結しようと思ったんです、うんこちゃんのこの動画。ただね、本当に、いろんなアクシデントもあったっていうのはあるんですけど、いっぱいね、皆さんが本当にたくさんのね、皆さんがね、パイゴン含め、皆さんが見てくださって、応援してくれたおかげで、ここまで来れました。本当にありがとうございました。まあでもね、疲れました。で、うんこちゃん多すぎ枠。もうここ、もう最後の最後だから、いろいろ、すべて語りましょう。この動画、すべて一本撮りで、なんつうのかな、悪いこと、強いては裏技等は一切使っておりません。これは真実です、本当に。皆さんやってください。パワープロ8やってください。もうその一言です、本当に。いやー、本当によかったな、これ。これは無事ね、追われたことに、俺ね、マジでぶっちゃけ、もう負けた時用のエンディングを作ってたんだよ、俺。勝てねえなと。さすがに、もう分かってた。俺もね、うわー、お手伝いか。負けた時用のエンディングも作ってたんだよ、俺、本当に。もうマッド的なノリでさ、悲しいエンディングは作ってたんだよ。ただ、勝った時用のエンディングは作ってなかったんだよ。もうこのね、パワープロの8の成分のみでね、お届けしたいなと。
そういった理由で勝った時のエンディングは皆さん作ってません。だからね、このパワープロ8のエンディングでやっぱね、お別れしたいなと。いやー、でも本当に長かった、本当に長かったこれね、やってる期間は意外にね、12月の10日ぐらいから始めたのか。だからね、意外に1ヶ月、2ヶ月でも2ヶ月近い、1ヶ月半やったのか、1ヶ月半ぐらいやってんだけど、これね、意外にやっぱね、日本、俺さ、ポケモンもやってるんですよ、私は。私はポケモンを6画面でやってるんですけど、そっちとの並行して、やっぱ上げていくっていうのはね、なかなかのね、シビアな状況が続いてね、遅れちゃったりもしたんですが、まあ、無事、終わってよかったです。皆さん。ここで重大発表があります。次回作、単発で、1本ご用意しております。2月終わり頃に、また、うんこちゃんの、単発編でお会いしましょう。本当に、皆さん、見てくださった皆さん、ありがとうございました。本当は、そんなこと思ってないけど、最後はこれで締めたいと思います。ありがとうございました。